よいしょー、おっす、オラのザンマサコ、しょいよ、よろしくお願いします。目力がすごいな、今日も。お、なんすか、適当な線。いやいや、雑だな、おい、雑だな、振りが。適当な線かけってことですか。そうだ、また。おもうだいぶや、まあまあまあ、もうな、だいぶやってますし、ディーブやってっしよ、もう飽きてきてんだろ。まあ、どうせね。まあ、どうせよ。でもその分ちょっと今日はよ、いろいろ考えてっから。考えてきた。ああ、とりあえずおめえかけ。とりあえず。とりあえずかけ。もうしのごの言わずにかけて。はい。はい。じゃあわかりました。かけばいいんですか、とりあえず。おお。また、じゃあもう適当でいいんですか、もう。適当でいいんですかっていうか。おお。はい。何本ぐらい。漬けとか。多めでいいよ。多めで。ああ。多めで。はい。はい。はい。おいおい。はい。それで、うん、なんでそれ。いや別に、おめえなんかトリッキーなの。図形とかなんか入れてる。いや、いる、はい、ああ、おい、もうそういうのやめてよ。いや、で、散々もやってきたでしょ、これもう番外編でもなんでもないから、ね、もっと10ぐらい言ってるから、番外編。あの、もっと本数が必要なの。もう本数が必要。 はい、お、いや、一本しか。まあまあまあ、いいんだけど、はい、あ、うえ、あ、もういいかな。もういい、はい、もういい。もうバイオブルーでも書いたからね、だって。そうだな、はいはい、いいよ。で、これで、うん、はい、で、でよ、はい、こっからだな。はい、書きましたけど、で、でよ、うん、2キャラ書いてみようかな。おお、なるほど。おお、この線を使って2キャラ。そうだ、いける。いや、いけたらすごいよ。いや、一キャラでもすごいんだけどね。へぇ、ちょっと待ってくれよ、時間をくれ。うん、いや、差し上げますよ、それは。おい、初の試みですから。だ、その重なっちゃいけないってことですもんね、二キャラなんで。キャラとキャラがうまいこと書くってことですよ。ん、うまいこと書くってことでしょ。そう、はい、二つのキャラを、二つのキャラをうめえこと、はい、うまいこと、うん、迷ってる。お、いや、イメージできた。イメージはまだできねえな。まだできない。書きながら作ってっか。いや、いけます、そんな感じで。まあまあ、とりあえず書き始めてみますか。迷うねえ。野沢さんが言い出したんですからね。お、書き始めますか。まず、うん、顔ですね。ご飯かな。二キャラ、うん、まあ1個目はさあ、でもあっという間に適当な線を使って、まず一キャラ目ですね。これご飯、顔が仕上がってきております。まだまだ残ってますからね、線はね、言うても。はい、真剣ですね、いつもにまして。さあ、あっという間にご飯が仕上がりましたが、さあ、こっからですね。こっからですね。こっからまだまだ線残っておりますが、ちょっと時間かけさせてくれ、今日に関してはよ。いや、いいですよ、全然。早書きではないんでね。そう、お、まずちょっとね、顔だけじゃなく体も描きましょうということでね。はい、残った線でもう一人のキャラいける？ん？まあ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 、え？いけんじゃね？ちょっとイメージができてきたのかな。そう、
金、どこまでをご飯で使うかですよね、ほんでね。出ました、安定のバチバチ。困った時のバチバチ、はい、困った時のバチバチですよ。さあ、そしてそしてバチバチには使えそうになさそうな線もいろいろありますが、おい、これだな、この変な、うん、これどうすっかな田島の声でしたけどね、これどうしようかな。ちょっと厄介な感じちゃいましたね。ん、厄介な書いちゃいましたね、僕ね。お、なんだ、なんでしょうね、なんだえ、何、え、え、そこにもう一人書くの、え、すごっ、17号まさかの、え、どういう構図これどうしよう、これこれ、え、すごいな、でもこれどうしよう、これ、え、これなんか変な、すげえ、まさかの、どういう、どういう構図これこれどうしよう、これそれは知らないですけど、バチバチに使うのか、これどうすっか、これ、え、まさかの、これどうしよう、これ人造人間17号だ、来ましたね、これどうする、これ、いやちょっとどうにかして使ってください。で、まだ残ってますからね、下の方にも、うん、これどうする、これ邪魔ですね、これ邪魔だな、邪魔だな、でもこれ使わねえ、その線は邪魔だなこの荷物は邪魔だな、みたいな16号がね、荷物をバーッと出して、そう、おっと、まあ迷ってるね、あー、まあ、あれか、え、まああれか、どれだ、ん、手、おう、うわ、すごっ、あー、すげえすげえな、おう、おう、まあ、うん、これ何、ご飯は気づいてないのかな、この17号にご飯横横、しかもでかくね、17号、で、この辺はシワにしていくか、うん、スカまあスカーフもね、うん、スカーフもちゃんと書いてあげてね、いや、あのトレーナーのバージョンだから、あ、トレーナーのバージョンなの、うん、あ、あのスーパーのね、うん、そっちかい、あ、でもそっか、スカーフにした方がシワにはしやすいんじゃない、そうだな、うん、おお、もうシワだ、あ、すげえ、そう、おおお、でも、おお、来たね、来たね、来たねえな、来た、来たねえな、いろいろと、まだ残ってますよ、この頃の17号と、うん、おおお、どうすっか、さあ、これだろ、あとね、下の四角とかなんか、これか、どうしようか、これこれ、まあなんとかして、な、帯とかで使えるんじゃない、いけない、難しい、なんかちょっと変なんだよな、しかも皆さんも適当に書いちゃいましたからね、うん、いや、どういうシーンこれえ、え、ちょっと待って、うん、え、ちょっと、え、気づいたな、何、何、何、まあまあ、ちょっと様子見ようか、うん、え、
カメジまさかの3キャラ描きましたね、これね吹き出しに使うっていうね。いや、さらっと描く亀仙人もうまいな、ほんでいや、どういうシーンなんだよ、これ亀仙人、か、邪魔だろ、亀仙人いや、一方その頃じゃねえんだよ亀仙人、あー、でも17号すごいね。そうだろう。うん、まあ、統一性がないですけど、これどうしよう、これどうしよう、ここ、ここ、なんかちょっとな、なんかいろいろとごまかしそうな感じもするけどね、そこの線。いやでもすげえな、あんだけいっぱい適当な線描いて、それがこんなになってますからね、今。え？もう一人描いてない？誰？いや、すごくない？芸術家みたいな描き方すんな。え？誰？タピオン？誰？まあ、わからないけど。え？わからないキャラ？ドラゴンボールっぽいキャラを描いたの？まあ、誰だ？トランクスか何かかな。何かじゃ困んだよ。一応ドラゴンボールのキャラクターで縛ってますから。タピオンにしときゃいいんじゃない？とりあえず。そうなのかな？モヒカンっぽいし。うん、そうなんだ。だとしてもバラバラだよ。かろうじてまあ、ご飯と17号のね、セルセの時も。つながりあるけど。ねえ、亀仙人に何があったんだ。わあ、でもすげえ。見事線全部使ったね、これ。使ってねえっぽいけどな。まあまあシワ、うん、シワでごまかしたのがかなり多いな。うん、ちょっと。でもまあ言っても。うん、これでほぼ使ったか。うん。あとそこのね、これか、まあ、それぐらいかな。それとそれかな。だ、誰なんだこいつは。極悪かな。謎の新キャラも登場し、いや普通に絵がうまいっていうね。うん。鳥山先生たちも これどうする。俺もまあ別に気になんないっちゃ気になんないけどね。そう、うん、久々にあれ書いといてもいいんじゃない、仕上げの。いや、書けねえんだよこれ。ああ、書けない、こからだと、うん、難しくてあれでわかるんですね、もうね。どうしようこれ、これな、まあ、何かしらもう何でもいいっすよ。本当？うん。いやあ、すごい、でも。何でもいいっつったって。いや、これは気持ち悪いな。なんか、どうにかしたいな。まあ、17号のなんか、体につなげてもいいと思うし。二キャラ描くっつったのに。すげえな。謎の新キャラと合わせても4キャラ描いちゃったよ。いや、すごい。いや、お見事ですよ、これでもね。ちょっとな。うん？納得いってねえけどな。いやいやいや、すごいよ、十分だよ。いや、納得いってねえよ。いや、描けないもん、こんな。まあ、統一性はないけれども。おう。いや、お見事です、これ。完成ですね。極悪、はい、ペーな、うん、極悪ペー、これ極悪ペーな、いっちゃん関係ねえ。傍若これはあれだからな、オラが描いた線だから、うん、別にどうしようと勝手だろ、はい、勝手に増やしましたからね、キャラね。
うめえな、横顔も。なんならいっちゃんかっけえし、そいつが。あ、じゃあこうすりゃ分かるか。うん、こうすりゃ。何？おお、あ、一気にトランクスみたいになった。だろ？うん、あああああ、トランクスだね。よし、おー、すげえ。いや、かけんのかい、おい、すげえな、おい、お見事で、もう何でもかけるね。もう怖いもんないっすね、あなたね。まあね、はい、じゃあ見事完成ということで、最後締めの言葉お願いします。次も絶対見てくるな。